旋風学園を拾いまくれ。ごきげんよう、カラコです。はい、ということで始まりました。今日はね、僕の好きな文学 YouTuber のベルさん、皆さんご存知ですか？僕本が好きなんですけど、ベルさんがね、よくごきげんよう、ベルですっていうのを真似しました。そんなことはどうでもいいです。はい、今日のテーマ、旋風学園を拾いまくれです。はい、これね、知識介入部分でやってったんですけど、第1弾が U-TIME ね、U-TIME 天井付きパチンコで、第2弾が右打ちランプで、第3弾目、旋風学園ですね。この3つは押さえてこなきゃいけないなと思います。はい、なのでね、このテーマやりました。はい、ちなみに右打ちランプの時にね、そんなの知ってるよというようなご意見もあったんですけど、全員のレベルに合わせてやることは無理です。はい、はい、それは無理なんでね、はい、ご了承ください。はい、ということでいきました。旋風学園を拾いまくれ。はい、今日の目次いきます。1、旋風学園とは。はい、2、カラコと旋風学園の歴史。はい、3、旋風学園の種類。はい、いくつか紹介します。4、じゃあどれくらい拾えるのか。はい、5、見つけるコツで6まとめと、こういう流れでいかせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、では1、旋風学園とは、まずね、これご説明からさせていただきたいなと思うんですけど、これある機種とない機種があるんですけど、そうですね、外目的にはちょっと分かりづらい、しっかりと分かる台もあるんですけど、分かりづらいんですけど、内部的にもう確変状態になってるよと。はい、320分の1の普段確率だけど、確変状態の35分の1とか、40分の1とか、確率が変わってるよと。はい、つまりもうすぐ当たるってことですね。そういう状態になってますよというのが旋風学園でございます。はい、で、旋風なんで当然、電柱とかね、そういうサポートはないわけですよ。はい、そういう台のことを旋風学園ですね。これが数えたことないですけど、1割ぐらいの台あるんですよね。はい、っていうことです。だからその旋風学園状態の台を拾えば美味しいじゃないかと、そういうことですね。はい、よろしいでしょうか。はい、2、カラコと旋風学園の歴史。これね、あんまりちょっと勉強にならないかもしれないですけど、どうしても喋りたかった。はい、喋らせて、これは喋りたかったです。はい、これどういうことかっていうとですね、僕今32歳なんですけど、僕がパチンコデビューした頃にちょうど旋風学園っていうのが出たんですよ。はい、僕の記憶が定かだと、ピンクレディっていう台があったんですよね。はい、そっから旋風学園っていうのが結構あって、当時ね、花田健司の初代ですよ、雲の彼方にとか北斗の初代、初代はなんかずっと検証割れてるやつなんですけど、その後に出たやつですね。でも初代みたいな、バトルタイプの初代みたいなあって、その時に旋風学園のがっていう台が結構出てきたんですよ。はい、です。で、その時はね、もうめちゃくちゃ拾えた。めちゃくちゃって言ってもどんくらいだろうね。月3回ぐらいかな。あ、でもね、僕が本当余談の時間すいませんね。はい。僕が、過去で一番勝ったのが、1日33万勝ったことがあるんですよね。それなんで勝ったかっていうと、朝一で北斗の拳の旋風学園、朝角って言われてるんですけど、朝角を拾ってもずーっと当たってた。はい、で、それ終わった時に後ろにある花のケージ、雲の彼方に初代ですね、それの旋風学園状態、旋風したっていうのが分かって、それを拾ってずーっと当たり続けた。で、終わったなと思ったら、その後ろにある北斗の拳の旋風学園が落ちてるのを見つけて、もうドル箱めちゃくちゃ積んでるのに、店員さんにちょっと移動してくださいって言って、それ拾ってもずーっともう閉店ぐらいまで当たり続けた。それで33万買ったっていうのがあります。はい、僕の最高収支は旋風学園のおかげだったよと。はい、そういう感じでございます。はい、です。はい、3いきます。3、旋風学園の種類。はい、これちょっと 2つのパターンに2つ種類、分けさせて説明させていただきたいなと思ってるんですけど、まず1ね、朝から分かるタイプと、営業中に誰かが落とすタイプっていうのが旋風学園であって、朝から分かるタイプっていうのはもう確定です。確定で、営業中に誰かが落とすタイプっていうのは確定もありますけど、想像して打つっていうのもあります。はい、で、朝から分かるタイプっていうのはランプ見るんですね。はい、ランプ見て、
あ、これ核炎状態じゃんというのが分かることがあるんですよ。はい。で、僕がね、旅中にね、拾ったのだと、ルパン、ラストゴールドですね。これを4回ぐらい拾ってますかね。4回。うん。1日で2回拾いました。拾ったこともありました。朝角っていう、あ、これ次の話になるかな。あ、これ朝角ですね。朝一から平和さんのランプ、ここ光ったらっていうのがあるんですけど、光ってたらっていうのが光ってて、あ、核変状態じゃんと。はい。で、午後また別のホールにチェックしに行ってたら、その単発で当たって極めライブモードっていう名前であったかな、はい、間違ったら補足しますけどっていうのに入ってたんですね、はい、でこれも核変濃厚なんですよ。旋風核変濃厚、はい、でそれを拾えて1日2回拾えたよっていうのもあります。はい。だから朝から分かるタイプと、営業中に誰かが落とすタイプですね、があるよと、はい、いうことです、はい、で2つ目種類で、次の当たりまで約束してるタイプと、ST ってスペシャルタイムですね、規定回数で終わっちゃうよと、そういうタイプですね。 ST で回転数消化で消えるタイプと、この2パターンがあります。はい。1つ目ね、次の当たりまで約束するタイプ、はい、これはルパンのラストゴールまで、でもそうですし、まあ、北斗無双2とか、はい、次の何かしらの当たりが来るまでは約束されてますよという歌になってます。はい。で、 ST で回転数消化して回転数消化で、消えるタイプですね。まあこれがまああのリングですね。リングとかリングは前の運命の日もそうですし、あとは今出てるリングですね、あの U タイム付きのやつ、はい、あれも潜伏核変があります。はい。だからね、あれね、ランプがね、まあ、潜伏核変のランプ、あれ富士商事でしたっけ、富士商事ね、で見て、あ、潜伏核変状態だなっていうのが分かるんですよ。ただあれはまあ ST なんで途中で消えちゃいます。はい。しかもだからあれはこれまで話しちゃいけないのかもしれないですけど、まあ、具体的な場所じゃ伏せますわ。U タイム台によっては、ここのランプが光ったら据え置きですよとか分かるんですよ。据え置きとか、あとはアラームクリしてるなというのが分かるんですね。はい。なので、まあ、今リング出てる319は前日の回転数据え置きなのかっていうチェックと、朝一ランプ、ここ、あ、もう朝角だっていうのが分かるランプと、はい、その2つを見ます。はい。です。はい。で、あとは ST で消化で消えるタイプっていうのが、まあ、あとは主役はジャギを僕結構取りましたね、旅中に。はい。あれなんかどうしてもね、結構ね、潜りやすい、機種で分かりづらいんですよ、めちゃくちゃ外部的には。はい。それがあのね、でも朝隠れしようとあのね消えちゃうんですよね、もう消化した時点で。はい。だからあの朝隠で主役はジャギを拾って、これこっちのパターンかつ、ST で解決消化で消えるタイプと。まあ、ST って言ってもあれですね、まあ、北斗の剣じゃないですね、漆黒だ、漆黒とかみたいな感じで、デッドアライブシステムなんですよね、突然消えちゃうこともあると、そういうタイプになっております。はい。よろしいでしょうか、ここまで。はい。ちょっと水飲ませていただきますね。はい。この間これでね、再生回数が伸びたんで良かったんだと思います。はい。池原大学さん、ありがとうございます。はい、はい、いきます。どこまで来ましたか。どれくらい拾えるのか、4、どれくらい拾えるのかですね。はい。僕はね、旅打ち中、そうですね、まあ 1.5 ヶ月に1回ぐらいかな。だからまあ12ヶ月で9回ぐらいですかね、拾えたのは。はい。です。はい。昔はね、そのね、僕が話してた、始めた時期っていうのは、もうね、2週間に1回ぐらいは拾えたかなっていう感じです。はい。なので、まあ、テーマね、今日、拾いまくれって言いましたけど、正直今はまあ、潜伏核の台が出ることは少なくなってきたし、多くはないです。拾えることが。はい。ただまあ、やっぱりね、知ってて損はないし、絶対覚えておくべきだし、朝一はね、潜伏核のランプをチェックするっていうのは、僕は絶対した方がいいと思うので、はい。今日はこのテーマでお話しさせていただきました。はい、はい。で、見つけるコツね、5、見つけるコツ、まずやっぱり朝一はチェックしましょう、ランプ。はい。
ランプチェックするのと、まあそんなにね、あのね、右打ちランプと今ある U タイムほどチェックはしないです、頻繁に。はい。ただやっぱり時々ね、見に行ってね、落ちてる可能性があるのかなと。はい。っていうのと、あと、ちゃんとやっぱりね、大事なのが、知識を知っておく。例えばルパンの話だと、単発終わって、まあ、回転数が浅くて、まあ、回転数浅くなくても、まだライングモードだったら可能性があるんですよ。だからライングモードが なくなるまで打とうとか、はい、で2年以上したらもう可能性ないんで、潜伏確認の可能性ないので、もう打たないんですよね。はい。なのでまあその台のね、知識を知っておくってことですね。はい。あとまあね、会社によってね、どこを見ればいいっていうのがね分かるので、平和さんはこことか、さっきのリング藤昌司はこことか、はい、あとはどこか、まあいろいろメーカーありますけど、まあサミーがこことか、はい、いろいろ見る場所があるのでね、はい、それぞれ、会社のね朝一ランプとどういう状態だったら可能性があるっていうのを知っておいた方がいいと思います。はい。まあ今日もね、これ全部こう、ここはこうです、こうですって言ったらそういう動画になってしまうので、僕のおすすめの記事を概要欄に貼っていくので、それ見ていただけたらなと思います。はい。です。まあ知識を知っておくってことですね。はい。でたまに見に行くと、で朝は見ようと、そういうところです。はい。まあまとめ結構今言っちゃいましたね。まとめもまあもう一回言っちゃいましたけど、もう一回失礼しますね。はい。まず潜伏確認っていうのを知っておく、台こういう台があるよということです。はい。で朝一は見ましょうよと、ランプ見ればもう分かるので、はい、見ます。で時々見に行きましょう。でその台の、まあ、知識を知っておきましょうと、はい、そういうところかなと思います。はい。ということで第3弾ね、知識介入部分、はい、U タイム付き、次は右打ちランプやりました。これまあまあこれがまあシリーズの第3弾最後かな多分。はい。潜伏確認を拾いまくれというテーマでお話しさせていただきました。はい、以上です。ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。